ごいな。なんか本当にこれ朝鮮トンネルやね。隣池 で、 で車来たし。来ちゃった。車来た。なんていうか Google レビューにさ、ここの場所の、うん、K の 4WD で来るのをお勧めしますって言ってたら意味が分かった気がする。俺も分かる。あの坂道も嫌だなと思ったこれ絶対登れんぞ俺の車。頑張れ。あ、すごっ。これ無理だって。やば。進んでかんもん。ほら今日えらい坂道多いなこれ絶対無理だわ。エンジン焼け切れるぞ。これは無理だわ。 4WG じゃないと。これは無理だわ冗談抜きで乗れんぞこれ俺。なんだろうこれ、大丈夫なのか、上まで行き切れるのか。 FR だぞ、 FF だぞ俺の車。わからない、わからない。は後ろのタイヤで動力だからさ、うん、前輪駆動なら行くけど、もう無理だわこれは。あらら、どうされます？ここで止まるか、よりによって。いやちょっと待て、これ上がれる勇気ねえ俺。うわー、えぐい坂だな。うん、下手すら止まるぞ俺この車すげえガソリン食うぞ。ほら、キーキーいっとるやろ、うん、完全モーターがいかれるぞこんなもん。お前、いやだってこれだけでお前結構なガソリン使ったぞ。わお。ここに家があることが俺にはわからん。意味が本当にあるのらしい。まあ Google マップにあるんだからあるでしょう。スピードだし、こう、うわー、また続くのかこんな坂道。うーわー、これお前本当にブレーキパッドなくなるわあの坂マジやべえ。やべえ、俺初めてだよベタ踏みしてもお前20キロも走らんの目的地は左側です。お疲れ様でした。どこだよ。これや、平家って書いてあるもん。わお。これが墓なんだ。ですね、この上のやつ。それ歩いてこや。ちまいな、範囲が。氷川寺っていう地図にあったやつなんだ。よいしょ。またここもこんな階段か。なぜ俺は登山をしているのだ。なんて書いたんだ。多分ここなんだよな目的地は。でもどうする、ここキープにしてく。なんかヤバそうです。ここが何、平家、それ平家のお墓。さあどうぞ。夜来る価値あるのかっていうのが本当の疑問。これは出直そか一回。実際見た今日は夜来る価値とかうんのは分からんけど、まずよかった来て、これぶっつけ夜来て。無理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 。絶対お前駐車場とか探すの大変だぞこんなもん。お前ある程度の地形入れてかんと、あそこにドブがあるわけやろ。ああれに落ちるぞ俺。何墓かな。夜はどうなるかだな。ここが化ける可能性なくはないの。いや化ける。わお。
でしょ。いいんじゃないですか。うおー、やめた。なんで？いっぱい虫がおる。キャーす。あなたがビビるレベルって、俺絶対入れないじゃん。雲がいっぱいおったもん。あ、雲か。これか。あ、でもちゃんと道になってるな。あ、あるわ。おっと。携帯が、あ、これだこれだ。失礼します。入らさせていただきます。あ、こっちの方がすげえわ。そう、なんか写真と違うなと思ったらこっちだったか、本体。あ、すごい、ここすごいわ。やばいやばい。やばいとこなのか。悲しみと、悲しみがすごい。悲しみと怒り、絶望感っていうか。ああ、すごい、もうほぼほぼ悲しみと絶望っていう、今までのお墓の中ではすごい。うわ、すげえ鳥肌、すげえ久々に俺立った。よかったです。うん、見て、ブルブルブルって立ってくの。あら。久々やん俺こんなの。こんなにすごい絶望っていう気持ちのお墓って俺初めて来た。処刑場クラス、それほどでもない。処刑場、そういうものじゃない。うん。あ、お墓としてものが異様だと。うん。こっちは夜来たらなんかやばい感じ。うん、儲けがありそうな感じ。儲け言うな。すげえな、ここ。あの真ん中のあの悲しみとか感じるっていうのが、こっちはもっとひどい絶望っていうやつだな、これ。何この、この木とかも全部すごい。くそ、入る BGM が喉か。ちなみに上に登らないのはもう限界とか感じてるから。うん。いや、っていうこともなんか俺が、あ、怪我、なんか俺がさ、うん、絶望と、あ、車だ、行こう。これはやばいな。日改める、今日にする。そうだろ。今日来る？来ますか？場所としてはでも一級って分かったな。一級とは分かった。完全一級だわ。三重県の中では特急だもん。特急だもん、完全なる。ああ、でもそうかも。三重県であなたがここまで言うのってなかったね。うわ、もう鳥肌立つなんて三重では初めてやもん俺。今まで一番やばかったのは大山トンネルかな。うん、もう それはそれでトンネルの怖さ、あれがあるんやけど、ここはもう絶望っていうか、自分がもうなんか、うん、自分で自分を悲観しそうなるっていうの。ワンちゃんとネガティブになるって、自分が。ああ、うん、これはエンブレ聞いても、お前エンジン焼けてます。改めて思うとすごいな、この道。うん。うわ、これエンブレかけて、これは夜怖えわ俺、さすがに。これもうジェットコースターだもん。うん、なんか変な方向に重力感じるもん。うん。すごいな、重力の、なんか、あ、なるほど、やべえわこれは。
エンブレかけてもおめえエンジン焼けるぞこんなもん。オイル変えといてよかった。あのベタ踏み坂の変な重量かかるってこれね。ここ多分よ軽自動車のあのベタ踏み、うん、で来てもらんとかんわこれ。ちょっとこっから映したってすごいと思う。いやでもねこのなんか斜めっぷり伝わらないんだよね。だよな。ね皆さんこれねほぼほぼ何直角っぽい傾斜20、30ありそう。20ぐらいはもう10にあるぞこれ。エンジン焼き切れそうなエンブレだもん。どうすよ今日ももう帰ろうかな。いや舐めたしまった舐めた。そう俺もあなたがそこまで言うと思わんかった。いやなんか自分がなんか取り憑かれたような気分やったもん。大丈夫除霊する。なんか俺すっげえ自分が自分で嫌になりそうな。あんなに悔しさと絶望感のお墓初めて見た。へえ。何あれ普通だとお墓ってさ、うん、うん、なんかもう何もなく、ま、ず殺されて死ぬやつと全く違う。絶望とかだから。絶望とかねもう憎しみ悔しみなんちゅんやなんちゅんやいの怨念ではないんよ。呪いこれやべえな。俺脳裏にも離れへんもん。あの多いなそういうとこ。失望と絶望悔しみ、うん、全て手があそこに固まっとるんやて。そんなそんなかそんなかそんなんなんやて。わからんだろう。いや記事見た時なんかえらい地方にあるしこれは外れかなって思ってたんだけどな。ここは外れじゃねえ。もうね気持ち悪いぐらいやった。腹減りもなくなったもん。一瞬それどころじゃねえと。そうもう今まで感じたその霊気じゃない。典型的ななんていうのお腹減らなくなる条件の一つに命の危険があるけど思い切り感じてんじゃん。